はい、今日はこちらの R50 のマフラー交換の作業をご紹介したいと思います。で、50系はもう結構マフラー、サイレンサーが腐食してしまってたりだとか、まあ、あとはサイレンサーの消音機構が、失われてる車も多いんで、まあ、リフレッシュでの交換もおすすめです。それでは早速作業を進めていきたいと思います。はい、それでは早速ちょっと取り付けるマフラーを見ていきたいと思います。で、取り付けるマフラーがレムスのマフラーになります。後ろのサイレンサーだけ交換なんで、純正を切断して、差し替える感じになります。で、FK なんかの、レムスのマフラーと違って、もうテールは固定になるんで、交換したりとかっていうのはできないようになってます。で、あと、まあ、取り付ける車両に合わせてブラケット2種類入ってきますので、車両に合うものを使って取り付けていきます。で、あとは保証書だったりだとか、で、あとはこちらも一緒ですね。取り付けるマフラーによってマフラー径が異なる場合は、それぞれアタッチメントを使って取り付けする感じになります。じゃあ早速つけていきたいと思います。一応純正の、マフラーに当てて、まあ、位置出しして切断するところを決めます。で、切断するところを決めたら、パイプカッターで、切断していきます。熱い。ちょっと手袋します。一応パイプカッターだと限界があるんで、ちょっとズルしてエアソーを使っちゃいます。せい。で、途中の作業いろいろ端折っちゃってるんですけど、間もなく完成です。エト君どうですか、順調ですか？絶好調です。絶好調ですか。で、外した純正マフラーはかなり保管状態が良かったみたいで、精度はかなり良好だと思います。で、間もなく完成するレムスのマフラーは、こんな感じで、ここを純正で切断してつなぎ替えてます。あとでちょっとこれバンド締め付けです。こんな感じです。で、この後ちょっと、車を下ろしてマフラーの音の方も確認していきたいと思います。はい、で、今取り付けが完了してこんな感じですね。テールの径もかなり大きくなってかなりかっこいいですね。江藤君ちょっと踏んでみてください。めちゃくちゃいい音してますね。 OK。 ちょっと純正マフラーとの比較も撮りたいと思います。はい、というわけで R50 系のマフラー交換もボンドミニにお任せください。ご視聴ありがとうございました。